だよ、はい、キッチンにあるもので、うん、どうしても捨てた方がいいぞっていうものがあるっていう話を聞きました。あ、捨てた方がいいものね、いっぱいあるんだよね、はい、あ、いっぱいあるんです。おい、いっぱいあるね、台所でね。まず1個教えてもらってもいいです？やっぱ使ってない鍋だよね。あ、結構ありそうな気がしますよ、うん、使ってない鍋でいつか使える鍋っていうのもあるだろうけども、はい、もう焦げちゃったやつとかあるやん。焦げちゃったやつあります。真っ黒になってるやつ。そう真っ黒になってるやつとか、もうそれ真っ先にもう今すぐに捨てないといけないね、はい、え、そうなんですよ。いや、もう今すぐ捨てないといけないね。あ、ちょっとここで、お知らせしていいです、うん、おかんすぐ捨ててあのフライパンすぐ捨てて、もう含みはね、取っとく癖があるから。含み取っとく癖があるんですよ、その焦げたフライパンとか、うん、あれ含み治んないんだよね。ああ、そうなんですよね。散々言ってるんだけどね、この間もね、含みに電話で言ったけど、ちょっと待って、なんでうちのおかんに電話してるんですだよ。かかってくるから。かかってくるんです、含みからかかってくるからね。含みちょっと恥ずかしいからやめてくれ。まずあの焦げた鍋いらないからはい、あれはもうすぐに、はい、もうあら、捨てられる日が決まってるからね。そう、決まってます、決まってるから、はい、まあ、それを調べて、もう本当にすぐ捨ててほしい。もう鍋はダメ、もう焦げてる鍋とかも絶対いらないから。もう焦げすぎて、はあ、あの取っ手の部分が取れちゃってるんですよ。あ、もういらない、もう論外だね。ああ、そうなんですね。だってどうすんの、それ取っといて。いや、何の意味もないじゃない、もう。でも本当使わないんだから。いや、絶対使わないんですよ。そう、だから使わない鍋ってね、本当開けたらあるんだ。あ、奥に。だいたいね、もう楽天でもアマゾンでもさ、そのフライパン鍋12点セットとかあるんだよ。なんか小さいのとか大きいのとかさ、はいはい、中ぐらいのやつとかさ、はいはい、あんた絶対使わないやつあるんだから。 いや、そうですね、絶対使わないやつあるんだから。いや、12点はやめてほしいですよね。もうあんな使わないんだから、もう、はい、もうそういうのはね、もう思い切ってもう手放すっていうことをね、した方がいいよ、本当に。そうですね、うん、はい、すぐ捨てましょう。すぐ捨てた方がいいよね。だから、はい、こ焦げた鍋とか壊れた鍋とか、はい、まあ、使わないね、そういったものをかさばるじゃない。かさばりますよ、うん、だからこのかさばるやつはもう真っ先に捨てていかないと。重ねても相当かさばりますし、うん、あれそもそも重いですし、そう、大体フライパンとか鍋とか重ねちゃいけないんだよ。え、だって傷つくじゃん、テフロンが。あ、確かにそうですよ、うん、だから絶対重ねちゃいけないんだよ。あ、そうなんですね、うん、だから重ねてもいいけど、下になんかね、傷つかないやつ引いてから重ねないと。あ、衝撃でした。必ずそうします、うん、だってテフロン傷んじゃうじゃん。傷んでます、うん、あれがテフロンが傷む一番の原因なんです。そうなんていう、普通に役に立つ話を持ってるんですいや、これ一般常識じゃないのそうなんですね。おい、別にほら新聞でもなんでもいいからさ、引かないと、はいはい、そうですね、うん、せっかくのあの油少量でいい加工してあるのに。そうもうそれがダメになっちゃうからね。あ、そうなんですね、うん、あ、そうします、すぐにします、はい、もうすぐに捨てましょうね、はい、うん、使ってない鍋、フライパン、うんうん、をまず捨てていこうぜ。いや、もうすぐ即だね、もうね。あ、そうですね、うん、もう今すぐ捨ててほしいよね。あ、もう使わないんだから。あ、本当ですよね、うん、もう使わないものはね、もう早く手放していこう。本当に、ね、あ、本当にそうです、うん、本当に手放してきてほしいなと思いますね、はい、それからあとはあれだね、切れなくなった包丁とかももうまずいらないね。ああ、そうなんですね、うん、もう切れなくなっちゃった包丁ね、はい、このこうやってもう包丁刺してあるスペースって限られてるじゃないですか。限られてるね。でもその1個の包丁を本来入れるところに2本入れちゃったりしてますもんね、うん、いや、もういらないね。はい、まあこれもだからね、捨て方がちゃんとあるから、はい、まあそのルールにのっとって、はい、もうすぐに捨ててほしいね。ああ、なんか今の話から思ったんですけど、うん、なんか捨てるのが億劫だから、うん、あとね、その捨てていい日がわからないとかあるよね。はいはいはい、うん、結構そういう方いらっしゃいますよね。いや、もう役所に電話しよう。ああ、そうですね、うん、役所に電話しよう。教えてもらえるし、うん、であとインターネットでも見れますもんね。ああ、もうすぐ調べられるね。そうですね、うん、なんかそのゴミと向き合うというか、うん、捨てるっていうことと向き合うこと、うん、っていうことってめっちゃ大切ですよね、うん、そうだね。そうですよね、うん、だから本当にその使ってない、だって切れない包丁使わないんだから。あ、本当ですよね、うん、切れない包丁絶対使わないじゃないですか。使わないんだよ、本当に。本当にいつか使うとかそういう話じゃないですもんね、うん、だからもうそれはね、もうすぐ捨ててほしいね。あー、そうですね。まあトイレ使えるなら別にまあいいけどさ、あのセラミックの包丁とかで、 あるよね、あれ割れちゃったりするんですよ。ああ、もうそれはもうすぐ捨てないといけないね。あ、そうなんですね。もうあるだけで運気を下げる、うん、あ、もちろんもちろん。ああ、そうなんですね、うん、いや、それはじゃあ捨てないといけないですね。そうだから、これはもうすぐに捨てましょう。はい、わ、うん、かりました、うん、
切れなくなった包丁ですね。そう、切れなくなった包丁。ああ、まあ切れなくなった包丁というか使わないものだよね。使わないものですよ、ね。でも切れなくなったらさ、はい、まあ研げばね使えるかもしれないけども、はい、新しいやつ買おう。あの意味わかんないやつあるじゃないですか、包丁シリーズで、うん、パン切り包丁みたいな。あるね。まあ別にパン好きな人はいいんじゃないの。そうですよ、ね。使ってんならいいんだよ、別に使ってんなら。日常的に使ってるならいいんですよね。日常的に使ってたらもう全然 OK。 でも僕は、うん、あれをおかんが使ってるのを見たことがないんですよ、うん。ああ、含みね、もう本当そういうの含みはない、もう買い物趣味だから。ああ、そうなんですね。うん、あの深夜のテレビショッピング見るともう買わずにはいられないんだよね。あ、昔からそうだ。やばいやばい。もう僕は子供の時からずっと含みそうだったね。え、そんな長く付き合ってるんですよ。そうだね、含みと、うちのおかんと。暮らしてたことあるからね。暮らしてたことあるんですよ。まあ暮らし安心だからね、暮らし安みたいな。暮らし安心。そんな感じだから。だから複雑な人間関係、本当にそのね、ペティナイフとか小さいナイフとかもあるけども、とにかくもう切れなかったらもう即捨てるっていうね。はいはいはい。うん、まあまあ研いで使えればいいけど、まあね、研がない人もいるし。そうですね。うん、だから切れなくなったらもうすぐ手放しましょう。もう買い替えちゃった方が早かった。いや、買い替えましょう本当にね。そうですよね。うん、買い替えましょう。はいはい。包丁も最低限にしてもらえればと思います、うん。他には何かあるんですか。そうだね、あとはそういったもうだから今すぐ捨てなきゃいけないものっていうのはやっぱりそういう使ってない鍋とか焦げた鍋とか、はい、それから切れなくなった包丁でしょ、はい。であとはあれだよね、そのひびの入ったグラスとか皿だよね。ほらちょっと端っこかけちゃったとかあります。あのもうひび入っちゃったとか、はい、もうこれももうすぐに捨てなきゃダメだね。あ、そうなんですよ。そう、あの陶器のお茶碗とかで、うん、結構端っこペロってかけてるやつとかあるね。あとね、はい、お店行ってもそういうなんか端っこかけちゃったやつとかで出してくる店もあるけど、ああいうのはちょっと悲しいね、はい。あー、なるほど、分かってないってことですよね、うん。そうだね。なんであれお茶碗とかはかけてるとダメなんですよ。いや基本的にね、ひびが入ってるものってね、はい、あれ人間関係なんだよ。そうなんですよ。だってほら人間関係ひびが入るって言うじゃん。言います、うん。だからダメなんだよね。そうなんですね。そうだからそれ置いとくだけでどんどんね、いろんな、ね、人間関係のひびが入ってくるからね。じゃあ今ある人間関係もそうですし、うん、なんかもしかしたらご縁を遠ざけるみたいな、そういうのもある。ご縁を遠ざけるのは服だね。あ、服なんですね。洋服だね。面白いっすね。うん、だからひび入ってる皿とかそういうのはね、ダメなんだよね。あ、そうなんですね、うん。あとはそのね、一番人間関係にひびが入るっていうのは携帯電話だよ。あ、そうなんですよ。よくほら電車なんか乗ってるとさ、はい、スマホもバリバリの人いるじゃん。バッキバキの人います。バッキバキの人でさ、中の字見えないじゃんって人いるじゃん。います。あれでもさ、なんとかこうやって見てる人いるんだよね、こうやってね、はい、中の機械が見えちゃってる人います。もうだからああいう人たちでさ、もう、はい、固くなに行かないんだよね。あ、行かないですね。それお金がないのかなんなんか知らないけどさ、はいはいはい、あれはまさしく人間関係なんだよね。ああ、そうなんだ。だって携帯電話っていうのはさ、まあ、人と人とをつなぐ大切な、ね、ツールだからね、はい、はいはいはい、まあ、これにひびが入ってる人、多分これ見てる人もね、結構ひび入ってる人いますからね。すぐに行ってほしいです。もう今すぐに取り替えた方がいいと思いますね、はい、大切な人間関係、それもね、はい、あの自分がもう最も大切にしてる人とかね、そういう人にひびが入る可能性があるのでね。じゃあ旦那様、あ、大切にしてない方。まあ、8割はね、不仲ですから。そうですね、うん、不仲チャンネルへようこそ、うん、不仲チャンネルへ。だからそういった、ね、携帯電話っていうのは本当に、ね、はい、人と人とつなぐ大切なツールにひびが入ってるわけだから、これは人間関係にひびが入りやすいので、はい、もうすぐに、もう今日か明日にはね、はい、その修理工場じゃないけど、ある、ま、今街中いっぱいあるじゃん。街中にありますよね、あれって多分純正じゃないけど安いんですよね、うん。あ、まあ物によってね、はい、物によってあれだけども、まあだ純正で出すよりは全然安いよね。そうですよね、うん、そうですよね、うん、ぜひ安くできるところも今出てるので。そうだから、もうそういう人はね、もう今すぐ直した方がいいよね、はい、そうですね。だからあのもう台所で言えば、もうコップとか皿とかその端っこをかけてるとか、はい、ひびが入ったらもう残念ながらもうそれはお役御免だから。あ、コップとか皿とか以外にも、うん、さっき言った包丁とか、うん、まあ急須とか、うん、はい、そういったものもひびが入ったりだとか割れちゃったりしたものって、うん、やっぱりそうやって人間関係に。そう、でもね、あの綺麗にいくやつあるじゃん、もうパーンって。ある、あります、パーンってやつ。あれは身代わりだよね。あ、そうなんです。うん、何かの身代わりになってくれてるから、それはもうありがとうを言って、うん、ありがとうって手放す。そう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 。いや、これはすごいありがたいですね、うん。物って大切に使えば、そういう風に、なんだろう。いや、もうすべてメッセージだからね。
そうなんですね、うん、だから勢いよく割れたやつはさ、はい、もう何かしら守ってくれたんだよね。ありますね。だから良かったよね。いや本当ですよね。まあ高い皿とかねあるけども、はい、まあそれは仕方も割れちゃったものはしょうがないからね。そうですね、うん、あの一回土鍋ですね。土鍋が目の前でばっもう鍋中にばっくり割れたことがあって大惨事だ、ね、大惨事だね。中に液体も鶏肉とかも死ぬほど入ってるのにばっくり割れたことがあって、それはもうジャニーさんのせいだろうね。あ、そうですね、うん、あ、僕の身代わりだから、そ、早く交通事故に遭ってたかもしれない。そうだね、もうその大惨事だったんだね、きっとね。そうですね、まあ良かったじゃないですか。あ、なるほど、そうなんですね、うん、そう、だからね、とにかくまあひびが入ってるもので届いてるものはもう今すぐ手放していった方がいいですよね。あ、そうですね、うん、ぜひあのひびの入ってるやつら、そう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 、そして切れない包丁、うん、あと焦げちゃったフライパンですね。そうですね、含みのこと言ってるよ。はい、ぜひ捨ててもらえればと思います。はい、ありがとうございます。YouTube をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルでは様々な開運情報や、はい、どうしたら人はね運気が上がってくるのかってことに特化していろんなことをお話をさせていただいておりますので、もしよろしかったらチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録ここ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 一周回っちゃってるよこれ何周回るんですかということで、チャンネル登録をよろしくお願いします。